横浜国際女子マラソン横浜国際女子マラソン横浜国際女子マラソン英語名横浜ウィメンズマラトンは神奈川県横浜市を会場として2009年から2014年まで行われたマラソン大会である1979年に世界初の女子だけのマラソン大会として発足した東京国際女子マラソンが東京マラソンの開催により生じた 警備上の理由などから2008年限りで終了したため主催者の朝日新聞社などは新たな女子マラソン大会を模索していた。そこで横浜市で行われていた横浜国際女子駅伝を終了し、これをマラソン大会に衣替えする形で開催することとなった。このため東京国際女子マラソンを主催していた朝日新聞社、 横浜国際女子駅伝を主催していた、読売新聞東京本社との間の調整により、新大会については、朝日が主催、読売が特別公演という変則的な体制が取られることになった。第1回大会は、2009、横浜国際女子マラソン大会兼第16回、アジア競技大会代表選手選考競技会として、2009年11月15日に、 実施された。なお、同大会は、当初インガービトは、ロシアが2時間27分18秒の成績で首位となったが、その後ドーピング違反が発覚し記録抹消。これにより2時間28分51秒で2位の島原清子が繰り上がり初代優勝者となった。なお、2010年大会は、横浜市で開催された APEC 首脳会議に伴うテロ対策から中止となり、 2011年は、第2回大会を2月20日、第3回大会を11月20日と、年2回行うこととなった。そのため、第1回大会では、2009、横浜国際女子マラソンと年号を冠していたが、第2回以降は、第1回横浜国際女子マラソンと開示を冠して、模様される。第4回大会が行われる2012年以降は、年1回の11月開催に戻った。 2014年10月22日、財政難を理由に2014年の第6回大会をもって本大会を終了すると複数のメディアが報じ、翌23日に日本陸上競技連盟が正式発表した。2015年以降については別の都市で同様の大会を開催する方向で調整が行われているが、複数のメディアがハーフマラソン主体だった。 埼玉シティマラソンのフルマラソン化を目指していた、多摩県埼玉市が有力な開催地候補であると報じ、埼玉県知事の上田誠治及び、埼玉市役所の関係者が、日本陸上競技連盟から非公式な打診があった、ことを認めている。そして2015年4月15日、日本陸連より11月15日に、埼玉国際マラソンの名で、後継大会を開催することが発表された。 山下公園前をスタートし、市内中心部約 13.2km のコースを参集して、山下公園内をゴールとする 42.195km のコース。日本の主要マラソン大会では初の複数周回コースだった。第2回は2度の折り返しを含むコースに変更された。基本的には第2から4回のコースと対さないが、 折り返し場所や一部コースがリニューアルされた。当初テレビ中継については、東京国際女子マラソンを中継していたテレビ朝日と、横浜国際女子駅伝を中継していた日本テレビとが、各年交代で中継を行うことになっていた。これは、東京マラソンのテレビ中継を、富士テレビと日テレが、各年交代で担当する形式と同様である。テレ朝日テレいずれのツボネも、 中継を担当する年は主催として、中継を担当しない年は公演としてそれぞれ参加することになっていた。第1回の中継をテレ朝とし、以後、奇数回をテレ朝が、たま数回を日テレが中継する予定だった。しかし、日本テレビが第4回、2012年大会の主催から撤退したため、以後テレビ朝日単独での放送となる。 全身の東京国際女子マラソンについては、テレビ朝日系列のない地域では、岩手県、1995年まで、山陰地方、鳥取県、島根県、1989年以降を除く、日本テレビ系列局でも放送していたが、本大会でも、全身大会のネット状況を踏襲し、第1.34回は、山陰地方、日テレ制作の第2回は放送は、 NNS はストバイ局の日本海テレビがネットを除いての放送となった。日本テレビ系が中継した第2回2011年2月については日本テレビ系列局に加え富士テレビ系列の沖縄テレビでも放送された。第4回2012年までネットしていた北日本放送が離脱したため第5回2013年以降は テレビ朝日系列フルネット局とクロスネット局である、福井放送、テレビ宮崎、日本テレビ系ヒマストバイ局である山梨放送、四国放送、高知放送での放送となっている。よって、富山県、鳥取県、島根県では、未放送となる。放送年度のテレビ朝日系スポーツテーマソングを使用。特起なき人物はすべてテレビ朝日アナウンサー。 ラジオ中継については、これまで、東京国際女子マラソンの中継を担当した、文化放送が放送を行っている。日本テレビ系列が、テレビ中継を行った2011年2月大会については、文化放送と、これまで、横浜国際女子駅伝を放送していた RF、ラジオ日本の2局が並列で放送した。両局は、東京箱根間往復大学駅伝競争でも、 毎年ラジオ中継を行っている。特起なき人物はすべて文化放送アナウンサー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。